久留米市城島町のため池で実施された訓練には水間消防署の消防隊員たちおよそ20人が参加しました。ボートが転覆して人が溺れかけていることを想定した訓練では、駆けつけた隊員が到着後すぐに池に飛び込んで溺れかけた人を救助していました。また水の中に沈んだ人がいることを想定した訓練では、陸上と水中の隊員が連携して行方不明となった人を捜索していました。まず未然に、市民の方々、事故を防いでいただきたい。でもしも事故が発生したならば、消防と、一人で、助けるとかではなく、皆さんで、応援を求めて、消防等に、通報等をしていただきたいと考えております。現場では陸上で指揮する隊員たちがドクターヘリなどを手配する方法や手順なども確認していました。